海道電力管内の電力の使用状況と明日の予想です。日高の下じゃん。国速回道です。尻部市の16の市町村が泊原発の防災対策についての新たな協定を道や北電と結びます。協定締結でどのような効果が期待されるのか詳しくお伝えします。室蘭の水族館に文字書きに挑戦しているトドがいます。飼育員との二人三脚の練習を終えました。ここで今日の学校が始まったという、はい、と言えると思いますが、情報ボックスでお伝えしましたが、受験シーズンで受験生もね、もう一回りそうですね、本人はもちろん周囲の、支えている家族の皆さんも同じぐらい必死の思いで毎日一日を過ごしてますよね。今週も寒くなりそうですから、皆さんで体調管理気をつけてください。またです。